まずトップバッターは、大久保さん、リブレオフィスサポートビジネスについてということで、今回の、スポンサーになっていただいてます。こんにちは。始めます。皆さん、こんにちは。私は大久保正彦と申します。今日はアイグラフト株式会社の人間としてここに立っております。リブレオフィスオフィスサポートビジネスについて今日お話しします。私の会社アイクラフトではリブレオフィスサポートサービスを開始というのを11月4日に発表しました。この具体的なサービスの内容とリブレオフィスとの関わりにおいて、当社が目指していく将来、ちょっと大げさですけどもについて説明いたします。アイクラフトのリブレオフィスサポートの内容です。大きく分けて、グループ分けとしては、当社で実施するものと、当社は窓口で、提携先のコラボ社で実施するものの2つがあります。で、当社で実施するものは、レベルが2つ分けまして、L1 と L2 と名前を付けました。L1 の方は、いわゆる普通の、ヘルプデスクみたいな感じのもので、使い方についてやら、操作方法に関する問い合わせの対応を行います。L2 に関してはもうちょっと深入りしたもので、例えば何か不具合が発生して、それがリブレオフィスのバグなのかどうかとかいう切り分けというもので、それがもし、コミュニティに報告した方がいいものであれば、ご報告するということを行います。で、リブレオフィス3サポートの方は、プロの開発者を抱えるコラボ社との、契約のもとにやるんですけども、ソースコードを解析して、顧客への不具合修正ファイルの、迅速な提供とコミュニティへのフィードバックを行います。で、ロングタームサポートというのは、リブレオフィスのある一定の固定のバージョンに対して修正パッチを3年間提供するというものです。業務で安定的に使えるというサービスになります。で、アイクラフトはこれをどのようなチーム体制で行うかというのを説明します。アイクラフトというのは2001年に設立のシステム運用補修会社です。神戸が本社です。で、こういうところに支店があり、約スタッフが50名おります。で、業務内容は、ここ売りなんですけども、駆けつけ IT サポートをしている部隊と、データセンター系の24時間保守を行っているところと、アプリケーション開発を行っているところがあります。で、去年の夏頃からちょっとこういうオープンソース系をやろうという企みがおりまして、これリブレチームというのがやっています。で、実際、駆けつけ IT サポートをするところは、お客さんのところにも本当に30分で行くよというのが一応原則なんで、近いところですけども、そこのところが L1 をサポートする。で、リブレチームが L2 と L3 をサポートするということにしています。で、具体的なサービスプランはこのように5つの枠に分けて考えました。で、L1 を含むところはこう黄色く、その該当サービスを含むところは黄色くしています。で、L1 は iStaff for Business という当社のサービスに含むと。で、L2 と L3 はそれぞれ単価を載せると。で、この5つの枠の中でオプションとして LTS をつけるかつけないかというのを選ぶようにしました。で、コミュニティへのフィードバックについてですけども、これは L3 サービスの場合です。何か不具合を発見したときに、お客様が L3 サポートのチケットを買っていれば、それを適用するとなると、ソースコードが修正される。で、その修正はリブレオフィスのコミュニティ版に反映されると。で、いい話ですけども、リブレオフィスが改良され、利用者が増えて嬉しいねという話ですね。で、このような形でリブレオフィスのコミュニティを活性化し、オープンソースソフトウェアエコシステムの好循環を、の一端を担えればいいなと思っております。で、アイクラフトとコラボラ社はその事業で、そのサポートで事業を継続するということですね。で、最後にですね、当社が、今もう一つ行っていることをご紹介します。リブレ PC という名前を付けてですね、リブレオフィスを含むオープンソースソフトウェアを含むリブレ、リラックスデスクトップ環境の構築運用のサービスをやろうとしています。で、当然物理で提供するのもあるんですけども、仮想環境で1台のサーバーに100ユーザー入れるというのを考えていて、それだとですね、今日言っておりました、モバイルの対応がちょっとできます。要は仮想サーバーの中にデスクトップがあるので、リモートデスクトップ環境の中でリブレオフィスを触れると。で、これを iPad とか iPhone で見れば多分触れるんじゃないかと思います。以上でご清聴ありがとうございました。はい、ありがとうございました。
続きまして、安倍さんの方で、バグズドキュメントファンデーション .org の歩き方という題でお願いいたします。それでは、出てこないな、出てこない、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。 BACS. ドキュメントファウンデーション .org の歩き方と題しまして、阿部武がお送りいたします。まずこの BACS. ドキュメントファウンデーション .org とは何かという基本的なところからお話しするんですけども、これはザ・ドキュメントファウンデーションの各種プロジェクトのイシュートラッキングシステムです。イシューはご存知の通り、バグのことですね。で、LibreOffice をはじめ、インプルフェスリモートや、あと LibreOffice オンラインや、あとドキュメントリベレーションプロジェクトのライブラリなんかもまとめて、このシステムで管理されています。で、具体的にはバグディラを使ってまして、割と新しいバージョンが使われています。で、バグディラは、試験では、ラグンジみたいなもんだと。これ、いろんなユーザーが、あるいは開発者が、それぞれの目的で、入り乱れて、行き来していると。で、QA のエキスパートが手助けをしてくれます。なんで、リラックスして使ってみてください。で、ちょっと英語を使ってねということになります。で、基本的な使い方としてはその1で、まずこの挙動バグじゃないのと思ったときに、まず検索してみてください。これはぜひやってみてください。で、頻度としては、英語なんで、例えばメニューの不具合なんかだったら、英語の UI のメニュー名などで検索するとヒットしやすいです。で、その2としては、検索の結果、似たようなイシューが見つからないよというときは、報告ということになるんですけど、こちらは可能ならやってみてください。これは結構大変なんで、やる気があればやってみてください。で、こんなこと面倒だし、使わないっていう人も多いんですけども、投稿されているデータは原則クリエイティブコモンズで利用できます。他に、言及されてない限り、パッチなど投稿されたコードは、モジュアパブリックライセンスでも利用できます。またコメントの中に思わぬバグの解釈が見つかることもあるんで、貢献したら負けと思っているフリーライダーの方にもおすすめです。いや、これマジ、本当にマジで。で、もっと、バグジャン詳しくなりたいというときは、キーワードがありまして、リグレッションというのは、以前のバージョンで正しく動いていた機能が動かなくなるような不具合のことです。で、バグジアでは、タグズというところにリグレッションとマークされています。で、これで比較的開発者の目に留まりやすくなります。で、リブレオフィスのリグレッションについては、ミカエル・ミックスによる、この参考資料が非常に参考になります。で、キーワードとして次に、バイバイゼクトというのがあります。これは Git のソースツイートビルド済みのバイナリから、バイナーサーチで不具合を導入した変更を特定する仕組みということで、要は、どこでバグが起こったかというきっかけを絞り込む仕組みです。で、バグディアでバイバイセクティッドとマークされます。で、これで修正の可能性が高まります。で、この、短縮リンクで現在の一覧が出ます。で、最後のキーワードとしては Easy Hack があります。これは LibreOffice のコードをハックしてみたいけど何から始めたらいいのという方向けに提案されている簡単なタスクで、バグディアでは Easy Hack とマークされています。ぜひ取り組んでみてはいかがでしょうか。で、さらに、もっと最近のバグのトレンドはどうなったのかなとか、そういうことを知りたいという既得な方には、開発メーリングリストに投稿されるミニッツオブ ESC を確認するのがおすすめです。これはコア開発者かなるエンジニアリングステアリングコミッティによる毎週の定例ミーティングの議事録になってまして、その末にバグのサマリーが載っています。で、ここに例、このリンクに例があります。で、また、tips としては便利な証拠とかとか実はありまして、この URL のドメインのすぐ後に、イシュー番号を入力すると、実はそのイシューの番号のページにすぐ行けるということがあります。これ、バニラのバグじゃないかもしれません。最後、おまけなんですけども、Quips というのがありまして、この検索結果のページの上部に妙な一行がありまして、これ実は、これもバニラのバグじゃないと思うんですけど、プロジェクトにハッカーたちの名言があります。なんか、このコリアスとかいう人は、C++ は、NRA 全米ライフル協会が推薦する唯一のプログラミング言語だとか、そういうふざけたことを言ってます。ね、ご清聴ありがとうございました。はい、ありがとうございます。続きまして大釜さんの方で、LibreOffice 等の企業への普及促進活動ということで、ではよろしくお願いします。
はい、すみません、大釜と申します。どうぞよろしくお願いします。自己紹介がなかったので、ちょっと少しだけ入り口でですね、2階の入り口で私はこう看板持ってたのが、まあ、そのせいもありまして、今日ちょっとスーツですけども、いつもこの手のイベントの時はもうちょっとだらーっとした格好で出ております。こんなパリッとはしておりません。で、所属は書いてある通り住友電工という会社でして、まあ、社員2000あじゃあ25万人って書いてあるんですけども、まあ、そこの情報システムの人間でして、だいたい直で見てるのは 2,3 万人、そこでリブレオフィスなんかを、今、まあ、使ってもらえたらなということで、いろいろ普及活動とかやってる。で、もう一つの所属として ODPG というのがありまして、で、これはまあ、これについては、活動の報告になるかと思うんですけども、この後続けていきたいと思います。はい、ODPG なんですね。ホームページがありまして、odpg.org というちょっと生意気なドメインを取っております。で、何の略かというと、ここに書いてあります通り、日本オープンなんちゃらかんちゃらで、まあ、はいと、で、ODPG という名前だけ覚えておいてもらえたらいいかなと思います。で、まあ、何やってるか、企業のユーザー会です。で、odpg.org というところにサイトがありまして、今30弱の団体で、やっております。次1回ペースで、東京、名古屋、大阪、広島ぐらいをテレビ会議でつないでワーキング活動というのをやっております。で、何してるのっていう話なんですけども、一つは、まあ、今年度の活動ですね、まあ、4つありまして、一つは OSS のオフィスソフト、ここで OSS って書いてるのは、実はアパッチオープンオフィスもちょっとターゲットに入っておりますので、そう書いてますが、仕事で使えるよねっていうのの確認をしたいという活動。もう一つが、まあ、事例を集めましょうと。で、それを、まあ、記録していきましょうという活動。で、もう一つ、従業員が初めて触れるオフィスソフトはちょっと調べてみようねということで、これ学校の授業じゃないかなという話で、ちょっと前のトークにつながるということになります。で、4つ目、これを PR しましょうというような活動をやっております。で、まあ、括弧1なんですけども、仕事で使えるのという話なんですが、某 MS のなんちゃらの入門書に書いてあること、と同じことを、OSS のオフィスソフトでできるかどうかというので、できるシリーズというこういう本がありまして、どっか本屋で行くと見たことあると思いますが、まあ、こういう入門書があります。これ のオペレーションをですね、いろいろリブレなり、アパチオープンオフィスなりでやっていくと。で、まあ、大体できたら回るというようなことで評価しております。で、ここ3年、まあ、今年4年目でこの、評価作業をやっておりまして、3年 の結果がこう書いてあります。できるシリーズって MS オフィスの2010、2013、2016と出てて、まあ、それぞれで、ちょっと項目あるんですが、2010のレベルでいきますと、まあ、90何パーセントのところで、まあ、緑色がリブレオフィスのラインなんですけども、まあ、こういうふうに大体できているというような格好になっています。で、まあ、下に書いてありますけども、判定項目が174項目ほどあります。それの評価結果というふうになります。まあ、2010レベルなら9割以降。で、しかも年々機能、操作性、向上してますねというのが分かると。で、2013というのが、ちょい前に出てました。で、こちらの方は24項目ほど追加の評価項目ありまして、で、これまたちょっと、なんだっけな、まあ、ちょっと、レベル、成績は悪いんですけども、まあ、バツになっているところっていうのは、例えば保護ビューとか、スライドのバリエーションとか、2つの、まあ、Excel ブック並べて、グリッとスクロールすると、なぜか2つの別のブックが同時にスクロールするとかいう、すごいわけわからん機能があったりしてですね、まあ、そういうので、まあ、某オフィスの独自機能かなということで、まあ、目つぶってもいいんじゃないか、みたいなところが、ちょっとバツになってたりします。はい。で、次、事例を集めましょうという話なんですが、まあ、ここに書いてあります OSS オフィスソフト導入ガイドというふうにまとめてここ3年、出しております。で、目次ちょっと細かくていっぱいありますけども、まあ、導入の効果でありますとか、どこをどう考えればいいかとかいうようなことがいっぱい書いてあります。欲しくなりましたか、odpg.org というときに行けば、ダウンロードができますので、見ていただけたらなと思います。3つ目、情報を調べてみた。先ほどヒゲのおじさんが喋ってました。あれです。はい、以上。4つ目、これを PR するということで、フェスタというものをやっております。14年、15年と2回やっております。
で、まあ、こんなような、項目でですね、同じような、やってることを PR するということをやっておりまして、まあ、写真をどんどん流していきます。まあ、事例紹介もやっております。まあ、パネルディスカッションもやりましたというようなことでやっております。もう一つの PR 活動は、遅まきながらブログとか Facebook とかやり始めましたということがありますので、またフォローしていただけたらなと思います。あと、外でいろんな発表もやっております。まあ、そこのヒゲのおじさんとこっちのヒゲのおじさんがやってることが多いんですけども、まあ、こういうところでいろいろ喋りましたということで、OSS、オフィスソフトの企業ユーザー会、odpg.org というところ、これ、まあ、最後はもうこれだけ覚えて帰ってもらったらいいですか。ということで、ご清聴ありがとうございました。はい、小川さん、ありがとうございます。